ソビエトのマリナ・ロバチのボールの演技です。去年の世界選手権第7位、ソビエト期待の大型新人と言われます。この入りとですね、はい、フィニッシュがまた芸術的なんですね。そうですね、素敵ですね。昨日の持ち点が 9.875、 第3位です。昨日はちょっとミスがあったんですけれども、はい、今日はどうでしょうか。個人総合の優勝を分け合ったビアンカ・パノバとはライバルというよりもむしろいいお友達であると、ね、こう言ってましたがね。いかに争ってるかって聞き出そうとしてもなかなか答えないそうですね。そうですね、この辺本当に素晴らしいですね。マットのブルーとレオタードの白、そしてボールの赤、非常に素晴らしいコントラスト。柔らかいですね。今度は胸でつきます。ボールの場合カメラと逆に正面を向こうにして今演技しているわけですけども、もう背中だけでも十分にこの演技が見られるということは素晴らしい選手の条件ですよね。背中で見せるというね、はい。素晴らしいですね。我々は新体操と言いますけどね、はい、やっぱり芸術体操ですね。このソ連の場合は芸術ということを非常に高く評価してますね、まあ、自分も納得した演技なんでしょう、はい、観衆に応えています。さあスローです。思わず場内からため息ですもんね。そうですね、そうでした。あれ外してしまうんですけど、はい、しっかりと抑えてますね。ソビエトのマリナ・ロバチ選手の演技をご覧いただきました。さあ昨日の持ち点では 9.900、 第1位です。ソビエトのマリナ・ロバチの演技です。しかし赤と黒の大胆なレオタード、全くこうなると、ね、大人の雰囲気ですね。そうですね、15歳と思いませんね、はい、この入りの部分をよく覚えていていただきたいと思うんですが、まあ、フィニッシュでも同じような、そうですね、はい、目がキラッと輝くところがいいですね。出る前の不安とこの演技が始まった時の堂々とした雰囲気っていうのは見習ってほしいですね、うん、このブラザーカップでは今年で6回目を数えますが、過去ソビエトの選手が、ね、個人優勝したことがないんです。そうですね、素晴らしいですね。昨日はパノバ選手と見事に同じ得点でしたが、個人の総合優勝を飾っています。ヨーロッパでも今縄をこう打ちつけるのが流行っているんですけども、このロバチ選手途中で後半入れるんですが、はい、時々乗っていない時は入れないこともありますけどね。ど2本バッと打ちつけてそれを戻ってくるのを利用するところがあるんですよ。最近は流行りですね。そうですね。さあそれを今日やってくれますか。ジャンプも高いですね、でしたね。ギターの感じですね。そうですね、素晴らしいマリナ・ロバチ選手のロープの演技でした。これもきっと高い得点が出ると思いますが、先ほどの日本の大塚は 9.625、 合計 19.125 という得点になりました。このところ本当は2本いっぺんにやるんですけどね、ど上手に自分の調子を見て1本にするんですね、うんうん、演技終わりました。ソビエトのマリナ・ロバチです。優勝になります。ソビエトのマリナ・ロバチ選手、まあ、この種目ではパノバ選手が昨日失敗しているので持ち点がちょっと少ないんで、ミスをしなければ ね、 そうですね、ブタル選手との争いになりそうですが、今回のガリーナ、ベログラゾーワ選手に似ているところからガリーナ2世なんていうことも言われています。もう入
尻から高難度の連続になります。まだ若い選手ですから、こういう速い曲の方が嬉しそうな顔してありますね。そうですね。新体操の場合には演技と曲がマッチしていなければいけません。今なんかも難しい技ですもんね。流れの中で、動きの中で手具を投げ受けするという、このロバシ選手の技は見どころが十分にありますね。もう演技をすることが楽しくて仕方がないというような、見てくださいっていう顔ですもんね。もちろん左手も十二分に使って演技をしなければいけません。こうやって見てますと、落とすなんていうのは考えられませんよね。そうですね。体と芯が一体になってますので、はい、落としたらおかしいんじゃないかと思うぐらいですね。ここがいいね。ほとんどミスがありませんでした。ね、こうなってくると、まあ、田中選手が2種目優勝を飾ってますけれども、はい、どうやら3種目目でこのロバチ選手が一つはね、取れるような形勢になってきましたが、正式な得点掲示を待ちたいと思います。ステップ移動しながらの次から次への投げ、ね、もう一度回って次を取るというね、はい、ちょっと美しさはないですけど、あれだけの技をね、つなげて、10点満点が出ました。今日2つ目、いやー 19.950、 文句なしの優勝、ロバシ選手が1種目をマリーナ・ロバシです。持ち点が 9.825、 さっきのビアンカ・ディートリヒと同じ持ち点。まあ、この人は演技を裸足でやるんですけれども、まあ、素足の方がやりやすいということなんですね、この人は。この人のリボンも奇跡を大事にします。まあ、どちらかと言いますと、ソ連は粗末なあのカーペット、はい、あるいは練習会場も、まあ、日本みたいに綺麗なところじゃありませんよね。そういう中でもこのような美しい演技を、ね、できるところまで練習しているという、その新体操の人は新体操だけに命をかけてやるというような感じがしますね。引っ張ってきてますよね。素晴らしい技ですよ。ソ連の選手はこのジャンプを必ず反り身で回転しますね、はい、ここのどの選手をとってもこれを入れるんですよね。本当にこの落とした場合に、ね、0.3 を引かない審判というのは、先ほども引き切ってなかったんですけども、いけないんですよね。そしてフィニッシュに素晴らしい技を持ってきます。回転ジャンプ大きいですね。生の音楽でありませんからね、選手は絶対手抜きができないわけですよね。はい、そうですね。まあ、それからあのディートリッシュ選手の得点でちょっとこう時間があったんで、はい、まあ、そういう精神投資でちょっと崩れたところが、ね、はい、あるでしょうね。さあスローです。このジャンプの大きさね、大きいですね、はい、もう1回でもできないとこ3回連続ですからね。その後回転が正確に2回転。